能長伏、蘇賀宮造の作品と伝えられる宮造は、能長伏、蘇賀小袖、蘇賀倉間天狗、エボシオリ、大鉱山などの作者として、各種作者付けに名前が見られる人物。計36番もの能の作者とされながら、その正体は、ほとんど明らかでなく、謎の作者と言われている。 その作風は先行する勘阿弥、また後の勘瀬小次郎進行などに通じるもので、面白みを重視した演劇性の強い作品が多い。影響頃から室町後期にかけ、宮造生を名乗る宮造グループと呼ぶべき、大和猿楽系の農薬者群が活動しており、近年の研究では農作者、 宮蔵はその当領を務めた人物、あるいはグループに属した農作者たちの総称であるとも考えられている。農作者、宮蔵の名が見られるのは、脳の曲目、作者の一覧を示した、いわゆる作者付けと呼ばれる伝書においてである。うち、関瀬長年の談話に基づいて作られた、吉本作者注文では、表質窓十番の脳の作者として、宮蔵なる人物の名が挙げられ、 脇の上手と、うんぬんと中期されている。一方、筆者不明の自家伝承では、元服蘇我など二十八番の脳について、作者が宮蔵である旨が記されている。脳作者としての宮蔵についての資料はわずかにこの二つのみで、また、そこからは、優れた脇方の脳役者だったことが過労じて知れるに、過ぎない。他方、同時代の記録からは、 宮蔵を名乗る、農薬者の存在が複数見出される。宝生座系の名は騎士であった、木市小次郎の師で、室町前期頃に活躍したらしい宮蔵大部1478年頃、山戸国田辺社、小田中社の落頭であった宮蔵大部関税座の、伝説的な小みの名手で、関税吉郎や、美濃ゴン森の小みの師、宮蔵五郎六の祖父で、 伊勢国下たクスの木にいまして、鼓伝書、風鼓を送電した宮蔵大部1465年2月、戦闘御所での炎能の木とに押しした関瀬座の小鼓打ち、宮間須郎五郎。四の孫で、鼓の名手であった、宮間氏や七、野六下継兄弟遠徳年間に活動した、金剛座の役者だったとも考えられる宮蔵。 サブローゴロ1509年8月頃、総長が日光加賀水見坊を訪れた時に艦隊した宮蔵元3438年、伊勢原西宮で放落猿学を行った宮松大部これに着目して、宮蔵研究の先鞭をつけたのが小林静雄である。小林は1432年の演納記録から、農作者、宮蔵同時代の農薬者、 オ阿アミヤ・コンパル全地区よりやや年長と推測し、農作者、宮蔵は、一の、宮蔵大部と同一人物であり、二の、宮蔵大部をその後継者と考えた。戦後、北川忠彦は、小林の説を継承し、また、雲上猿楽会園の記述などから、宮蔵は、脇だけでなく、小鼓にも長じたと考え、六の宮蔵兄弟を、農作者、宮蔵イコール、 宮蔵大部の子孫とした。こうして、小林、北川以降、宮蔵は、影響応仁年間に活動した、山と猿学系の小さな座を率いる塔領であり、旅工業や他座の脇などを務めることで生計を立て、役者、林方を共にこなしていた人物であるとする説が、定着した。その後、竹本紀夫が、 5から8などの宮蔵を名乗った役者たちについての検討などから、宮蔵生を名乗る宮蔵グループというべき役者群の存在を提唱した。彼らは山と伊勢の国境付近を中心に活動し、関瀬座などに所属して鈴見打ちなどを務めつつ、時に一座を組んで旅行業なども行う、独自の立ち位置を持つ有力な猿学士の一族であっただろうと推測した。 農作者、宮蔵はそのグループの当領と考えられ、3、4に挙げる、小みの名人、宮蔵五郎とも同一人物と見られる。また竹本は、吉本作者注文書院の宮蔵局の、縁納記録などから、5の関全雑所属の、宮松次郎五郎が農作者、宮蔵と同一人物である、可能性を示した。これに対して、西野晴夫は、 作風の多様さなどから、農作者、宮蔵とは特定の一人を指すのではなく、宮蔵グループに属する何世代かの作者たちの総称ではないかという説を提示し、影響年間に活躍した宮蔵ライブはその投領にして初代であろうとした。このように研究は進んだものの、農作者、宮蔵の全貌は未だ明らかになっていない。急増な作品として、 吉本作者注文では、の10番を挙げる。一方、自家伝承では、の28番が挙げられる。このうち重複するのはわずかに、元伏、蘇我、長伏、蘇我のみである。特に、自家伝承説の信憑性については極めて、否定的な見解があり、それに基づいて、宮蔵の作風を検討することへの批判がある一方、 初位い、宮蔵風の曲目として肯定的に評価する向きもある。のう、蔵間天狗。五馬、マさ山の大天狗は、牛若丸に、兵法の秘伝を授け、将来の守護を約束する蔵間天狗五番目者。吉本作者注文が宮蔵作とする。前場では花見における茅子姿の牛若丸と、大天狗との出会い、一転して、五馬では、 暗い山中での標本の送電を描く。中世存在したと思われる、牛若の物語というべきものに取材したと思われるが、花見という場の設定、大天狗と牛若丸との間に交わされる、少年愛的な、ほのかな愛情などに、作者独自の作為が見られる。また、地後の積極的な登場は、宮蔵作品の特徴の一つであるが、本作は、 同種の作品の中では見た目の華やかさを重視し、都会的なセンスが強い。一方、天狗という下道の魔物を、強気をくじき明きを助ける役として、好意的に描いた点にも独創性があり、吉本作者注文が宮造作とする作品では、最も優れた能の一つである。長伏祖が4.5番目もの。吉本作者注文。 自家伝承が共に宮造作とする二曲の一つ。曽我物語に取材した作品で、不動明王たちが、箱尾のあだ、工藤助爪の片城を長伏し、将来の悲願成就を示す。してが、前場では、工藤助爪、後場では、不動明王と、全く違う役所を演じるという移植作。複数の登場人物の心理の飛だを、 躍動的で秀逸なセリフのやりとりで描き出す。劇作の巧みさは、クラマテング、アタケにも匹敵する。大鉱山5番目もの、自家伝承が宮蔵作とする。源の寄光の主典道寺大治を題材にした作品で、直接的には、いわゆるカトリボン、大鉱山絵言葉によると見られる。脇、愛の巧みな利用が、特徴的で、童話的な趣のある作品。 一方かトリボンに主典童子を茅子姿で描写する傾向があることを受けてか、クラマテング同様に前場では、寄光と主典童子との間に小物語的な連情を漂わせている。上記のような宮造作とされる作品について、小林は、蘇我物語を題に取った作品の多さ、旅工業の多さに由来すると見られる。 郷土色の強さ、劇能の多さといった特徴を挙げ、結論として演劇性、第一主義をその特色として挙げる。これに加えて、北側は観客の涙を誘うようなメロドラマ的な展開の多さを指摘している。西野はこれらを以下の急点に整理している。蘇我物語、吉爪伝説に取材した作品が多い。とも重なるが、とから離れた。 地方伝説に取材し、在地性が強い。親子の哀れや、指定の情などを描き、小型をうまく活用し、少年のけなげな姿と、その活躍を描く。また、少年の運命に、一喜一憂させる作品が多い。男主人公の脳が多く、登場人物が多い。これもと密接に関わり、仇討ちや残豪が多い。全 語場で、してが別人格となるものも少なくない。これには、エボシ織型のように祝福者と敵対者を演じ分けるものもある。結末に心霊などが出現し、祝福や蘇生を行う奇跡劇も目につく。和歌や監視文の利用効果などは十分ではないが、平易な文体は分かりやすく、時に滑稽、快逆味のある表現も見られる。俗語や、 歌い物や交換芸能の利用が目立ち、の欠陥を補うだけでなく、劇中歌、劇中劇としての面白さも生んでいる。対話がうまく、会話劇、論争劇の方がが感じられる。また、脇が活躍する曲の多さも特徴であり、世阿弥が確立した、主役一人に焦点を絞り込む、して一人主義とは明らかに面向きを意味する。 こうした宮蔵の作風は、脳の源流である、山と猿学本来の芸風の面影を残すものとも、考えられ、有限を第一とする、脳観からすると、通俗劇的、二流の表もあるが、創作当時は広く大衆の指示を受けていたことが、想像されている。さらにこうした宮蔵の作風が、室町時代中期、新たな方向性の脳を開拓した、関瀬小次郎信仰。 矢次郎長な夫氏に影響を与えたことがすでに小林により指摘されている。逆に従来進行作とされることが多かった、歌舞伎、肝心調の原型となったことで知られる、畑についても、上記に挙げた作風との共通点から、宮蔵を作者とする推定がある。ありがとうございます。